者からのコメントとしまして、まず爆笑問題の太田氏、お願いします。田中君から重大発表。もう終わったそれ。みんな知ってる、離婚します。遠野凪子抜くぞお前。一躍すごい話。いやそうですね、タイタンライブっていうのは本当に当時はまだ僕らを含めて3組ぐらいしかいなかった頃ですかね。タイタンにね。タイタンにね。だからその時はみんな死んじゃったの？死んじゃってねえよ。生きてはいるんだよ。ね、この中には僕ら以外はまだ。あの頃まだ娘も生まれてないもんな。当たり前だろ。だからもうその頃からね、始めて、でそれこそ3年前ですかね、100回記念をやって。でようやく20周年と、これはもうなんか気がついたらね、そんなやったんだなっていう気がしますけれども、一応20周年ということで大きくね、さっきも言ってましたけども、ちょっと一番いつもより多いところでね、大きいところでやろうということでございまして、2日間、やります。2日とも出る人出ない人、いると思いますけれども、当然ビッグなゲストというかね、いろいろこうちょっと普段なかなか来ないような方とかも今なんか当たっているんですね。当たってますね。結果大したことなかったらすぐそれはまだ分かんない。大したことなかったね。その日のゲストにする。誰か来ますか。分かんないですね。それは分からないですけどね。はい。で一応スペシャルなので、まあ今日みたいにね、皆さんそれぞれのネタ、漫才とかコントとかそういうのやるのはもちろんなんですけども、それ以外に1日は特別企画の何かをやる予定です。まだこれはこれからちょっと決めるんで、まだ決まってます。あともう一回合同コントというのを合コンですね。合コンじゃない、合コンの飲み会になっちゃう。若手を中心にね、やろうかという話になってるみたいですよ。はい、そうそう、長いテレビ出て大丈夫なんですか。そういうこと久しぶりじゃない。そうなんですよ、大丈夫ですよ、出て。この辺モザイクかけちゃう。大丈夫です。声と、ね、顔を一致しない人もいらっしゃるとは思うんですけども、多分いわゆる、ね、パソコンとかネット上ではかなりね、かなり、裏の方では検索しないで、そっちの方だね。だいたいちょっと私も、はい、こういったこれだけのマスコミ人に囲まれるのって、フィリピンつつもたで会議以来、ね、おそらくそうですよね。ちょっとね、トラウマであの時もっと多かったの、多くてね、バシバシちょっとね、少しこううつむくとバシ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 あ、反省してるんだなっていうところを、ずっと一生使われる写真ですよね。写真でね、それなので、今もつむくのが怖くて怖くて、謝罪会見しかしたことないんだもん。はい、これは大丈夫です。いい方の会見は大丈夫ですね。間違いない。そうだね、往年の逆転、ね、やってました。はい、まあ、そういう楽しいライブを企画しておりますので、まあね、ぜひ皆さんね、来ていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、次、今永井君が発言したもん、ね、もう一回ですか。あんまり言うと今度危ない方に行く。いや、本当にノーベル平和賞逃した。いやいや、それだけはやめてください。全員が被っちゃうんだね。あなたはいいけど。ということで、とにかく20周年間違いない。頑張ろう、気をつけろ。気をつけろ、お前が気をつけろ。この辺の事情もね、分かんない人調べてください。そういうことなんだなって分かります。調べなくていいです。すいません。どうも、日本エレキテル。売れっ子。いえ、もう私たちは永井さんと違って何もしてないのに、最近あんまり映らないんです。そんなことないよ。何もしてないの。何も、永井さんと違うんですよ。マイナス思考だからな。真面目になってきたのに。どっちが悪いのかって話になりました。久々にこんだけの方に集まっていただいて、本当に光栄なんですけども、何よりも私たちはもうタイタンライブに、があるから、タイタン。入りたいっていうのがあったので、そしてタイタンライブではですね、最初に爆笑さんの漫才を袖で見たとき、二人でじわっとちょっと吐いちゃいました。じわっと、じわっと吐くって、いまだに漫才をされてるんですよ、先輩が事務所の。バカの一つ覚えね。バカの一つ覚えみたい。いや、そんなことない。もう本当にそれに感謝というか、私たちも2日間やるって言ったらどうしようかと思った。喋らせてくれますね。こらしなれるな。なので私たちも後輩は作っていかないといけないんです。そういう環境
があるっていうのが本当にタイタンライブがあるっていうのがもう私たちのモチベーション芸人をね続けていく上でのモチベーションで本当にね特別な思いがあるんですけどそれはそうとですねみんなのタナジが萌ちゃんのタナジになって本当にやきもち焼いてるみんなのタナジなのにまずタナジって誰まずそのタナジっていうのがどうしてみんなのタナジ昨日萌とやったらうるさいみんなのタナジが結婚して、はい、なので寂しいどうしたのあのこれくたに焼きのですねあらすごいじゃないくたに焼きのアーティストの方が作ってたので目音じゃあこれ実は太田さん、はい、太田夫妻にもらいました銀婚式でねプレゼントしたので、タナジと、はい、タナジと嫁に、はい、もういちちょっと焼きもちねみんな焼いてるみんな焼いてる入口めっちゃ焼きもちやおかしいし気持ち悪いな何でお前が焼きもちいやいやみんなのね僕ら若手のお父さんという感じお父さんの父親になったつもりはね僕らその爆笑さんの息子娘という感覚で若手やってますバチバチのホモですからそういうことではないちょっと嫉妬はしてます普段何にも言われにくせしやがってなんで今だけちょっと井口君はですね千葉からね、爆笑さんがいる阿佐ヶ谷にわざわざ引っ越したのに、はい、そうそうですよ出て行っちゃったからこいつな、はい、いやまだ阿佐ヶ谷住んでますよ阿佐ヶ谷住んでるから出て行っちゃうから阿佐ヶ谷住んでも出て行ってないでしょなんであのこれは末永く、はい、この二人は末永く続かなかったのかなただ、あの、はい、目音湯のみで目音湯のみでねぜひお二人で使っていただきたいありがとうございますありがとうございますはいすごいすごい幸せにならなきゃ、ダメよダメダメ